こんにちは。チスの取説を書いた原田純です。今日は大人の寺子屋という YouTube をやってらっしゃるあやさんと対談形式でお話しさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に今私がハマっているあのネットフリックスで配信されているドラマの話をちょっとさせていただきます。グレイス&フランキーっていうアメリカの映画なんですけれども、シリーズ1から今シリーズ7だからかなりあの長寿番組で、ネットフリックスでは最長のシリーズになっているそうなんですが、これが、70代の、2組の夫婦の話をあのドラマなんですね。それでその2組の夫婦がいるんですけれども、その旦那さん同士が実はゲイだったっていうことが分かるとこからドラマが始まって、奥さんと離婚してその旦那さん同士で結婚する。主役はその旦那さん2人に逃げられた2人の女性が主人公のお話なんですけれども、全員がその4人ともが70代なんですね。女2人で一緒に暮らすんですけれども、そこで、まあ、女2人70代で新しい恋をしたりしていくんですが、その中でチスケアの話とかがバンバン出てくる。で、日本の70代の女性とは全く違う世界なんですね。でそれがすごい流行っていて、でこれはネットフリックスを見られる環境にある方はぜひ見ていただきたいと思うんですね。で、あやさんにもちょっと紹介して、はい、見ていただいたんですよね、はい、どうでしたか？やっぱり日本だとこう70代の例えば私の母ぐらいの世代の人がじゃあ離婚してまた恋愛してっていうと、多分私たちの世代の人だとそんな年代から恋愛するのっていうような感覚があると思うんですけど、やっぱりそういうのが全然ないし、やっぱりこう年齢重ねてもなんか恋愛していくっていうのがやっぱりすごく素敵だなと思って、私もすごく楽しんでみました。はい、あやさんは私の娘と同い年で、うん、ちょうどその、はい、母子の関係ぐらい年齢差なんですけれども、うんうん、だからまあだいぶそのなんて言うんだろう、性的なものに対する考え方も違うと思うし、うんうん、だけどその日本の70代の私の年齢だとやっぱみんなもうしょぼくれてもう恋愛なんて結構みたいな感じになっちゃうと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりなんか今のそのあやさん世代もこれから嫌をなく年取るわけでしょ。で、その時にやっぱりその70代になってもこんなに素敵に生きていけるっていう風に思っていただけるといいな、うんうんうん、今日はその主役がジェーン・ホンダなんですけど、これジェーン・ホンダスタイルで来たですけど楽しんでいただけたらいいなと思うので、うんうん、まあ、将来に対する、うんうん、女の将来に対する希望になっていただければいいな、うんうん、なってもらえたらいいなと思ってます、はい。なんか60代とか70代で恋愛をすごく楽しんでいるっていう姿を今40代のこの私たちが見れたら、なんかすごくこう人生がなんか先がとてもこうキラキラしていて楽しみだなって、なんか年齢を重ねるのがすごく楽しみだなっていうふうに思うなって思います。そうね、だから40代からその50代前半にかけてやっぱり更年期障害があって、で女はやっぱり結構辛い時期ですよね。そうですね。セックスレスが増えてくるのもその年代だし、私もその頃はもう本当に最低の辛い人生を生きていて、まあ、その頃は自分がその60代になって恋愛するとかセックスの喜びを味わうとかそういうことも考えられもしなかったし、望んでもいなかったっていうか、ありえないと思っていたので、うん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 、でもそれはやっぱりそういう考え方ってつまんなかったなって今になって思えば思うので、なんかもっと楽しんでもらいたいなって思ってます。本当にね、年齢重ねてもこう恋ができるとか、なんか綺
キラキラ女性として輝けるっていうのはやっぱりすっごい素敵なことだと思うので、ぜひあの60代とか70代の方たちに頑張ります してほしいなってそうなんかあとすごい大先輩たちがそうやってやっぱりキラキラしてたら、私たちもその将来に対してのこう不安だったりとか、なんかそういうのがすごく減るんじゃないか、すごく楽しみになるんじゃないかなっていうのは、うん、いいわよ、うん、あのだって子供は大人になって手がかからなくなるし、ね、閉経し、うん、妊娠の心配もなくなるし、そうですよね、もうなんか、まあ、あとは死ぬだけだからいやでも本当になんていうのかな、うん、今もう日本こんなだから、はい、老後が暗いじゃないですか。そうですね、でもやっぱりその中でも楽しく暮らしていくって大切なことだし、うん、大切だと思います、うん、なんかその閉経後の妊娠っていうことをこう気にしないでセックスが楽しめるっていうのは私すごくあの楽しみだなと思って、いいわよ、はい、すごくそれは楽しい。やっぱり妊娠するっていうのはあの別に妊娠すること自体はすごい素晴らしいことなんですけど、でもやっぱり年齢を考えたりとか家族のこう関係性とか考えたりとか、まあ、いろんなこと、まあ、仕事のことを考えたりとかするとやっぱりもうこの年代になって妊娠するとかっていうといろんなことがこうついて回るし、こう自分のこう思い描いてたことがこう変わってきちゃうっていうのがあるので、やっぱりこう閉経した後に妊娠ってことを考えずにこのセックスを楽しめるっていうのはなんかすごくあの私は楽しみだと思ってるんですよ、うん、そうそう、あその代わり、うん、まあ、世間の目とか、うん、今日本ではやっぱり、うん、その60代の女がその恋愛したり、うん、それこそ今のグレース&フランキーみたいに70代になって恋愛したりすることに対して日本の社会はすごく閉鎖的で、うんうん、あのなんかいやらしいものを見るような目があると思うんですけど、うん、まあそういうお子ちゃまたちの価値観は無視してあの、うん、本当に楽しく生きていけたらいいなと思いますね、うん、なんかすごく女性らしいし、すごくなんかすごく私は品があるなと思います。なんかすごく恋愛ができるっていうことが、うん、すごく女性として、あ男性ももちろんそうですけど、男性らしくとか女性らしさがこうなんだろう、生かされるというか、それがずっと保たれるのはすごく品があるんじゃないかなっていうふうに思いますけど。でも日本の男の人ってさ、はい、60代のさ、うん、日本の男の人たちってさ、はい、本当魅力ないと思わない、はい、まあ50代でもだけど、うん、なんか違うんじゃないかなってすごく思う、うん、じゃあ男性たちにもやっぱりそういうところをこうやっぱり勉強というかやっぱ意識してほしい。あやさんの番組でも見てくださってる人が男性が多くて、で私の番組あの YouTube でもやっぱ見てくれてる人は男性が多くて、で中高年の男性が圧倒的じゃないですか、はい、なんか違うんじゃないのってやるべきこと違わないみたいなそう、なんか なんて言ったらいいんですかね、こう、欧米で言ったらこうロマンスグレー的 なんか紳士的な、うん、そう素敵って思える男性になってほしいですよね、うんうん、そうそう、チャーミングとかさ、うん、そういうのないよね、うん、うんって言っていいか分かんない、一人だけいい子になってきてるでもすごく素敵って思えるような50代60代男性は確かに少ないなと思う。少ないですよね、なんかときめくような男性が少ないかなと思います、うんうん、そうよね、うんうん、なんでそういうことになっちゃったのかしらね。なんででしょうね。ね、まあ女もそうなんでしょうね。うん、男から見ると、うん、だから若い女の子ばっかり持っててさ、うん、分かってないなみたいな、うんね。女性は年齢重ねる方が魅力的ですよね。そうよ。私もそう思いますけど、うん。でもやっぱりなんか、うん、男の人ももっと、うん、もうちょっと違う感じ。なんて言うんだろう。自分を磨くってさ、セックスが上手くなることだけじゃないからさ、うんうん、そうですね、うん、なんか私たちの番組見てくれてる男の人たちは、うん、ちょっと違うんだよ、ピンと外れてんじゃないの皆さんみたいないいんですか言っちゃってそだっていや本当に素敵な人に、うん、男性になってもらいたいじゃない、うんうんうねうん、だからあのちゃんと見てくれてる人がせっかく男の人が多いんだから、うん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 、男の人にもちゃんと言いたいなっていうか励ましたいっていうか、はいはい、あの素敵だなってとこときめく男性になってほしいなと思います。そうよね、はい、そうよね、はい、でもそれは多分あやさんぐらいの年から、うんうんうん、そういうことを男性も意識していって、女
女性はもちろんなんだけども、うんうんうん、男性の方が当然ですけど、まあ、寿命が短いので、うん、衰えも早いんですよね性的にも、うんうん、だから本当に今からちゃんと男性はしてほしい、うん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 、お腹は出ないように筋トレ筋トレは男性ホルモンアップになるの で、 で、ね、女性にも男性にもおすすめなの で、 で、 でぜひ筋トレを頑張ってください。そうですよ、ね、筋トレもそうですし、あの膣トレじゃないですけど男性も骨盤底筋鍛えると男性力上がりますもんね、うん、そうなの。 そうですそうです。あのそれこそあの勃起力だったりとか射精力、射精のコントロールとかも男性もあの骨盤底筋を鍛えると上がってくる。あ、そうだ、そうなんだっけ、ティラピス、あ、ピラティス、ピラティス、あ、そうそう、はい、あやさんはピラティスもやってらっしゃるので、はいはい、あのピラティスってどう説明すればいいの。うん、ピラティス自体は、こう正しいこうなんだろう体の、使い方を、あ、なんていうか正しい姿勢を保つ筋力をつけるっていうのがピラティスの一番元になってるところなんですけど、私は結構あの、まあ、産後のお母さんたち、まあ、助産師っていうのもあるので産後のお母さんたちとかマタニティの方たちに今お伝えすることも多いし、あとそれこそ50代60代の方でやっぱり尿漏れがあるよとかっていう方たちも多いので骨盤底筋っていうのをあの鍛えるっていうことをメインに皆さんにあのレッスンで教えてるんですけど、うん、でもそれって女性だけじゃなくて本当は男性もすごく必要で、うん、だそれをすると本当にあの射精のコントロールと勃起力 とあと維持力っていうのが上がるっていうのも言われてることなので、頑張っていただかないとね、頑張っていただきたいと思います。だからなんか女性はすごく多分あの尿漏れとかあの子宮脱とかって自分で実感するじゃないですか、すごく、だからすごく女性多分すごい頑張ると思うんですけど、男性が例えばこう射精のコントロールだったり勃起力だったりっていうところに対して年齢がこう上がってくればこんなもんかなってこう思われてる方ももしかしたら多いのかなっていうふうに思うので、そんなもんかなと思わずにぜひ筋トレしてほしいなと思います。そうそうそう、今はあのバイアグラも、うん、あの副作用がないことがはっきりしてきて、はい、むしろ体にいいっていうことがはっきり分かってきたので、うん、あのバイアグラだけじゃなくて、うん、その勃起なんていうの、うん、勃起力の高めるお薬とかその男性ホルモン補充とかっていうことが、はいはいはい、あのすごく男性にもう女性にもですけれども、うん、すごい有効だっていうことが分かってきたので、うん、男性もやっぱり、うん、あの健康に気をつけてるのは女性の方が圧倒的に多くて、ね、男性は食べるものも、ね、あのちゃんとお野菜たくさん食べるとかそういうことができなくて、うん、あの弱るので、はい、ちゃんと精進してください、はい、男性の皆さん本当ですね。そしたら40代とかから見てもすごく50代60代の男性がすごくキラキラしてて、うん、それちょっとときめけるなっていう男性が増えるんじゃないかなと、うんうん、そうよね、そうなってほしいなと思います。そうよね、そう今あの、はい、私ぐらいの年代はみんな年下の男性に向かってるっていうことをよく覚えておいてください。同年代の男性じゃなくてってことですよね。だから自分より年上の男性が私たちの年代になると、うん、もう本当になんかだらしないっていうの、うんうん、全体的にだらしないわけよ体もだらしないし、うんうん、なんか性格もなんかだらしない、うんうん、まあ、男性ホルモン減ってきて、うんうん、男性も年取ってくると女性ホルモンのが高くなるから、うんうん、女性的にちょっとなってくるのがあるので、うんうん、まあ、だらしなくなってくるっていうの、うんうん、なんか全体的になんかだらしない感じ、うん、線が崩れてるっていうかさそういう感じになってくるのでやっぱそれはこう私たちの YouTube なんか見て、うん、あのニタニタ笑ってる場合じゃないわよね。なんかすごい意地悪な、どうして意地悪。でも皆さん精進していただきたいですね。そうですね、ぜひぜひお願いします、はい、今日のお話はいかがだったでしょうか。結構面白い話ができたようなちょっと過激だったかなっていう気もしますけれども、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。